ただいま、やっていきましょう。クオンの絆ですね。やっていこう。ということで、襲ってきた幹を、切るか切らないかという選択肢ですと切ります。はい。あれ、俺セーブしたっけ？したよね、多分。しなかったらやばいな。俺は、躊躇なく、娘に向かって、冷たい刃を振り下ろしていた。入っちゃったけど。音的にめっちゃ入ったけど。雑種。あ、やべえ、ほんと切っちゃった。軽い手応えを残して、娘の体は二つになる。即死。苦しまずに行かせてやるのが、せめてもの情けだ。え？こっちも刺された今。いや、感じだと。血だまりが広がっていく。濃厚な血の匂い。あまり、後味のいいもんじゃねえな。敵とはいえ、女の、しかも子供を手にかけるっていうのは、いいもんだ。若い女の血。どうした？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 その時、不意に俺の頭の中で何かが目覚めた。いや、予感する。なんだ？バッドエンド集。俺の口は、ひちがったように、かのように、笑いをほとばしらせている。なんだ？一体、何か？ドクン。ドクン。ドクン。心臓が狂ったように乱舞する。熱い。体が灼熱の炎のように熱く燃えている。体中が燃えるみてえだ。俺は大きく両手を天にかざし、心の重くまま雄たけびを上げる。やっちゃった。それは喜びの雄たけび。俺の唇は知らず、笑い身のなんかカタカナになってきたな急に。笑い身の形に釣り上がっていた。力が溢れかえるようだ。なんという心地よさ。いけません、憎しみに心を奪われては。どこか遠いところで声が聞こえた。何？誰？どういうこと？だがそんなことはどうでもいい。殺す。皆殺しだ。俺は意識が混ざり合うのを感じていた。俺と俺の意識が混ざり合い、ある種の不協和音を奏でている。激しい憎悪と怨念に満ちたどす黒い意識。それは俺自身の意識ではなく、俺の中に眠る何かの意識だった。言えば、どこだ。俺の口が、とても俺の声とは思えない、しゃがれた声で言葉をつぐ。その時、獲物を探し求める俺の前に、一人の男が現れた。ああ、大輝。大輝、この神社の神官だな。あつは俺の姿を見ると大きく目を見開いた。これは驚愕の声を上げるその男を我は逃げとすることとした。桂木殿なのか。男の叫びが聞こえる。だがそんなことはどうでもいい。我は目の前に立っている貧相な人間に向かって軽く手を振る。なんと脆いことか、人とは肉塊になってしまったな。こう、俺の右手の一振り、旋風が巻き起こる。あたりのものの一切を吹き飛ばした。大輝と呼ばれている男はその風になすすべもなく吹き飛ばされ、平に激突する。我は解放されたのだ。手を伸ばし必死に逃げようとする大輝の首を捕まえる。なんという他愛のない。我は左手で奴の上顎をつかみ、首を持った右手はそのままで
思いっきり上下に引き裂いてやった。ドーマンと同じだな。ヌエの時と同じだな。文章がほぼ全く同じだったよ。完全にバッドエンドだな。完全にバッドエンドだな。妄想しちゃってるな。無造作にシンクの肉塊と化した大気の残骸を床に投げ捨てた。それは地面の上に綺麗な赤い模様を作る。背筋をそくりと快感が走る。我は内側から湧き起こる衝動のままに狂笑した。我が尾の力に酔いしれた。次の家はどこにいる。その時俺の背後から銀の指を引いたような凛とした声がかかった。順番に来るな。なんかみんな、桂木様、あなたを封じます。名前もわかんない。みこちゃんだよね。我の目に映ったのはみこちゃんだよね。名前も聞いてないんだけど、まだ。うわー、真剣持ってる。真剣さ下げてる。なんか後の展開がここで一気に回収されようとしている。一振りの剣を捧げ持った女の姿だった。なんか持ってる。何これ、喋れてるしな普通に。君、やはりこうなる運命だったんですね。女、この神社の巫女は寂しげにつぶやくと剣に向かって祈りを捧げる。剣から鮮やかな黄金色の光が放たれ、嫌な光だ。我は顔をしかめながらもゆっくりと女に近づいていった。こいつが次の家か。ああ、かわいい。なんか人形っぽくなくなったね。俺の口がうなり声を上げる。ああ、たかしさ。女の口が寂しげにつぶやく。女はいじろぎもせず俺を見つめている。私の命を使えば、今の不完全なあなたなら何をする気だ。我は女に近づき、その細い首に手をかけようとする。剣よ、真剣よ、使いたる我に力を。剣は一人でに宙に舞い上がり、一層激しく光り始めた。なんだ、なんだこの光は。反射的に飛びすさった俺の左腕に白い激痛が突き抜ける。うわっ、傷口から伝わる忌々しい力は、この俺を今度こそ白い闇の中へ葬り去らんとする。この力は見覚えがある。これは、この力は。瞬間、俺は自分の意識を取り戻していた。俺の鏑木慎吾の意識だ。同時に遥かな遠い記憶が脳裏をよぎる。前世の因縁、闇の器、真剣、そして蛍。目の前に剣を掲げている女が、あの蛍の転生なのか。蛍。俺は左腕にパックリと口を開けた傷口を気にも留めず、ゆっくりとした足取りで彼女に近づく。俺は自分の意識を取り戻していた。今の痛みの衝撃か。しかし、いつまた、あいつが出てくるか。今度、出てこられたら、もう抑えきれねえ。カブラギ様、思い出していただけたのですか。咎めるような、それでいて、どこか、哀切の響きのある声で、彼女が尋ねる。これ、大丈夫、進んでるけど。ちょっと待って、何もかも無視して進んでるけど大丈夫。使用キャラが二人ほど、お亡くなりになったレベルで進んでるけど。ああ、俺が受け。二人の視線が互いを求め合い、結ばれて絡み合
思い出しちまったぜ。俺は闇と憎しみの馬蹄だということを。ホタル、いや今の名前が何て言うかは知らねえが、俺は今にも切れそうになる細い糸を手繰るように体の動きを止めていた。なんかちょっと中二チックが入ってんだよな。闇と憎しみの馬蹄だということをつって思い出しちまったぜ。もうこの体は俺の自由にはならねえ。俺を殺してくれ。あたりを静寂が支配している。はい、カブラギ様。カスラギ様で悲しみに曇った瞳が俺の瞳を射抜いた。だが剣を持ったまま彼女は動かない。俺たちは凍りついたように動かなかった。ではその目私がもらい受けよう。だBGM 一瞬で弾いたな。一つだ。あっ、背骨をへし折り腹膜を貫通する激痛。口から溢れ出した血の塊が食道を登って喉から溢れて地面にぶちまけられる。苦しいか。お前が高久だったとはな。千年来の恨み晴らすことができるとは思わなかったぞ。貴様。苦しい息の下から絞り出すように言葉をつなぐ。幹を失ったのは痛かったが、何お前とその女に石返しができたと思えば安いものだ。ミキはそっち側なの。誰だこいつは。薄れゆく意識を必死になって集中させる。その時すでに地面に倒れ伏し、視力さえも失いつつある俺の耳に女の悲鳴が聞こえた。ではそろそろ終わりにしようか。そうそう、心配するといけないので先に言っておくが、彼女のことは心配しないでいい。たった今ヨミロへと旅立ったところだ。安心していくがいい。男は声に嘲笑を浮かべていった。いや、メロ、さらばだ高志さん。くしゃ、俺は自分の頭蓋骨が踏みしだかれる音を奇妙に明確に耳にし、まあ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 、主要キャラをやってしまえばそうなるよねっていう気はしてましたけど、おお、なんかいろいろ分かっちゃったな。分かっちゃったな。まあ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 、そうだよね。あのミコちゃんがホタルだよね。そうだよね。万葉だよね。それはもうそうだよね。ね、剣もあるよね、そりゃ。剣もあるよね。あー、なんかいろいろあっちゃったな。思ったより長かったな。15分もかかっちゃった。どうしよう。これで1本にしよっか、じゃあ。どうせセーブするの忘れてるから、俺。もう一回あそこまで行かなきゃいけないと思うんで。してたかな。してればいいんだけど。まあ、そういう感じね。道綱もいると。道綱っぽい喋り方するやつもいると。で、ミキは向こう側の人ということですね。はい。ミキは敵側なんだね。あの感じだと。失ったのは痛いとか言ってるし。もともと、ヤスコさんも向こう側だもんね。うん、土蜘蛛側だもんね。これセーブしてて意味あんのかな、わかんないけど。はい。多分、スキップができるようになるのかな、セーブしてると。してないと、システムにセーブされてないから、スキップが有効にならないのかな。はい。明確にバッドエンドになるだろうなっていう気はなんとなくしてた。逆にならなかったらどうしようと思って、あれで続いてって、使用キャラ殺した状態でいったらどうしようと思ってたから。あ、よかったわ。バッドエンドになって。ならなかったらやべえなと思ってた。どう？戻れるっけ？ 46、46、これか？違う、30時間。こっちか。こっちか。はい。セーブしてればそのまま行きましょう。5分ぐらい。してなければ、このパートこれで終わりですよ。あ、してるかな？してる。よかった。よかった。さすが。待て。これは、この娘は、一度殺した娘。はい。
待て、これは、この娘は。剣が娘の肩に触る寸前、俺の手は止まっていた。吐息が互いに触れ合うほど近くで、みじろぎもせず凍りつく。待て、こいつは、この娘は。まあ、ミキだよね。さっきのバッドエンドでミキ言ってたし。殺せ、あ、頭の中にいるんだ一応。そっか、いるの出てくるようになってんだ。ここでどっち選んでも。殺せ、温かい血と肉。殺せ、殺せ。俺の内部の獣が不満そうにうなり声を上げ、この獣っていうのは土蜘蛛の血のあれのことを言ってんだ。闇の王子の力のことを言ってんだ。俺は必死になって殺意を押し殺そうとする。ダメだ、お前の出番じゃない。俺の中に進まん凶暴な野獣が、獣が意識の底に沈んでいく。抑えた、抑えたけどこれ抑えきれなくなるんじゃないかな、この感じ。大丈夫か。はい、なんかゲームキャラみたいね。魔法盗賊みたいになってるね。魔法使う盗賊みたいになってる。いいね、素敵ですの格好。ミキ、俺は娘の瞳を、俺は娘の瞳を、互い、娘は俺の瞳を互いに覗き込んでいる。まだ幼い娘、遅い方、おかっぱに切り揃えた髪、奇怪な文様を顔中に散りばめ、祭りの衣装のような見たこともない着物を身につけたその姿。確かになんか綱引きとか入れそう。俺を見つめる黄金金色に輝く人外のもののその人、人外の、うん、しかし似ている、昼間会ったあの娘に。俺は戸惑いながらも声をかけていた。ミッキー。娘がまっすぐに俺を見ていった。シンゴか。二人の後ろで冷たい冬の風がつむじを巻く。風に舞った娘の細い髪がさらさらと俺の頬にかかる。なぜお前がこんなところに。俺は思わず問いかけた。こんなところからは早く出て行け、言うたやんか。しかし娘はそれとは全く関係のない答えを俺に返した。なぜこんなことをする。うちらが普通に暮らすためにはここの巫女班が邪魔なんや。土蜘蛛の血ってことか。娘が激しい口調で俺に叫ぶ。何、邪魔しんといてや。言いながらミキはコミ鋭い手刀を繰り出した。踏み込みじゃなくて。なんでまた君は肩を押さえるの。すぐにヒュン、手刀が空気を切り裂く音が聞こえる。なかなか大した速さだが、これじゃあ俺はやれねえな、殺せねえな。それに先ほどまで感じていた切れるような殺気が娘から消えている。お前ももう俺を殺したくねえんだ。俺は一撃二撃繰り返される死闘を寸前で見切ってかわした。分かったろ、実力差は。お前が本気で俺を殺しに来ない限り、お前は俺を殺せない。ミキは肩で息をしている。息が上がっている。こいつ普通の相手なら十分な強さがあるだろうに。相手が悪かったな。俺はというと一丁羅を刻まれただけで大した被害はない。切り刻まれたが、俺はすっかり戦う気をなくしていた。だってよ、こんな子供には剣は震えないよな。俺は改めて目の前に立つミキの姿を眺めた。青い月明かりに照らし出されたその姿、その小さな影はなんだか随分頼りなさげに俺の目には映ったのだった。俺は剣を下ろした。なあミキ、やめようぜ。俺は女は切らねえことにしてるんだよ。敵意のこもった視線が俺に突き刺さる。あんた強いな。けどうちはここで引くわけにはいかんのや。
やめようぜ。お前には悪いが、お前さんじゃ俺に勝てねえよ。俺はなだめるように言葉を紡ぐ。セクシー、セクシー。見えちゃうよ、ミキちゃん、それ。見えちゃうよ。見せてんの、ミキちゃん。ちょっと、めくっていい、そこ。めくりたくなる。超めくりたくなる。それ、どういう状況、中は。どうなってんの、それ。履いてんの。履いてはいるんだよね、さすがに。この時代はもはや。もう、さすがに履いてるよね。ふんどしかなんか。それでも、それでも、うちは、引くわけにはいかんのや。ここのミコ、あの邪魔者を殺すまでは、引けんのや。娘は叫ぶと、飛びすさり、陰を組み、何やら怪しげな言葉を紡ぎ始めた。因が使えるのか、そっか、土蜘蛛一族だから。土蜘蛛一族なら、因が使えるのか。まずいな。武術は強いけど、慎吾は、因は使えないだろ。こいつは、呪文だな。何をする気だ。え、なんか、違う、ノアマク、マケイ、ジムバラヤ、オンシバ、チュシキャー、ひやなきゃ、えいけ、いき、そわか、うぶっぱた、まけいじむばらや、おんしちまちゅ、うしきゃ、あびろきゃ、おんましまちゅ、うしまか、うしぱった、うぶぱった。それっぽく読んでみたわ。お経みたいに。なんだ？一体何が起こるというのだ？俺は緊張しつつ、娘の行動を阻止すべく動き始めた。まずは両肩を押さえる。そしてその後、両足をガッとこう押さえて、こう、お互いにこう、なんか上から覆いかぶさる感じで、ね。と、その時。ゴン。ビキ、待て。奴にはまだ利用価値がある。今は引け。いきなり突風が吹きつけてきた。羽織が風でたなめく。足元の砂が渦を巻きながら、俺の方へ飛んでくる。ビキの起毛の端が風でめくれ上がる。目の前の空間が、ゆらりと、妖艶のように揺らいだ。なんて、勢いの風だ。俺は下打ちをして、両の足に力を込め、風に対して半身になって、体勢を立て直した。ウムパッタバケイジムバラヤオンシマチュ、ウシキャアビロキャオンシマチュ、ウシオンシマチュ、ウシウンパッタ。でよ黒妖艶。娘の呪文。それが終わった時、黒き炎か、黒煙か、黒煙が来るのか。青い血光が作り出す娘の足元に、影に光る、小さく光るものが八つ浮かび上がった。なんだ。目を凝らすとそれは次第にその形を露にしていく。露。黒い影の中に、ふわふわと光球が浮かんでいる。それは、聖あるものの独特な存在感を放ち始めた。あれは、何かの目か。俺を睨みつける、影の中に光る目。それは、見る間に姿を変え、その真の姿を現した。見る魔か。それは人が見る、悪夢の具現。風に乗って、生臭い匂いが伝わってくる。邪君。それが持つ、剣のような八本の足が、地面に突き刺さる。雲か！触り。風が、それの持つ、鋼を編み込んだかのような合計を揺らした。雲ってことか。はい、そういうことね。そしてそれは、敵意に満ちた、六つの瞳で俺を睨みつけた。こいつは、こいつを、あの娘が呼び出したっていうのか。大雲、沖田が言っていた、こいつがそうなのか。はい、ということで、一旦ここで休憩します。いやー、前半戦面白かったな、これ。そっか、ミキは敵か、敵なのか。でも現実というか現代のサヤ戦の反応的には和解するのかなっていう気がするけどな。なんかそんな気もするけど、どうなんだろう。はい、ありがとうございました。ありがとうね。